XTB2D。XTB2D はアメリカ合衆国のダグラスエアクラフトがアメリカ海軍向けに開発した艦上攻撃機である。愛称はSkyPirate、SkyPirate、空の海賊。開発時の非公式名称はデバステーターE。アメリカ海軍は太平洋戦争開戦後の戦訓に基づいて建造計画が開始された。戦時計画大型航空母艦、後のミッドウェイ級航空母艦の収益に合わせて、それに搭載する新型艦上攻撃機の開発計画を並行して推進した。これを受けて、ダグラス社が開発した機体が、この XTB2D である。性能的には、多くの面で開発当時の主力雷撃機であった TBF を大幅に上回っていたが、海軍が、艦上攻撃機の装備体系を見直したために、本機のような大型の艦上機の必要性が薄れたことと、試験飛行時に機械的なトラブルが多発して実用化に手間取ったこと、さらには開発中に戦争が終結したため、試作のみで正式採用はされず、量産も行われなかった。アメリカ海軍は1941年12月の真珠湾攻撃による太平洋戦争開戦を受け、1942年の初頭にすでに開発、量産中の各種艦上機を更新する新型艦上機の開発計画を立ち上げた。開戦により戦前に締結された各種の海軍軍縮条約が無効となることにより、かねてから計画されていたヨークタウン級航空母艦を大幅に拡大した。基準排水量 27,100 トンの大型空母、エセックス級航空母艦の建造と量産が可能になれば、これまでの艦上機よりも大幅に大型で、高性能な機体を運用することが可能となるからである。ダグラス社では当初は、雷撃、高高度水平爆撃、また長距離偵察任務を一機で兼用できる総発の大型艦上機を構想したが、プラット&ホイットニー社によって開発中の R-4360 エンジンなら単発であっても総発機並みの馬力が確保できるとされたため、1942年4月にはという設計案としてまとめ、海軍当局に提出した。だが、開戦後の戦訓からアメリカ海軍では1942年半ばには戦訓を取り入れたさらなる大型航空母艦の建造計画を立案し、この計画により建造される航空母艦は、基準排水量 45,000 トン、満載排水量 60,000 トンという空前の大型艦となることが決定した。これにより、先の新型艦上機開発計画も、さらなる大型、大重量機でも運用は可能であり、各社には、機体サイズと重量の制約にとらわれない、高性能機を提案。提出されたしというものに拡大された。これを受け、ダグラス社は、新型空母で運用可能な機体の上限を、翼幅70フィート、約21メートル、重量 18,500、35,000 ポンド、機体本体、最大搭載時と想定し、デバステーターEの社内名称でこの上限いっぱいの機体を設計する方針に転換し、デバステーターEの開発は1942年11月より開始され、1943年3月には機体のモックアップが完成、同年5月にはモックアップに XR-4360 エンジンのダミーを搭載したモデルが関係者に披露された。これを受けて1943年10月31日には、試作機2機が XTB2D-1 スカイパイトとして正式に発注され、同年12月には試作機2機に加えて先行量産型23機も発注された。モックアップの風洞実験の結果安定性を向上させるための改修が必要になったことや、搭載する XR-4360 エンジンの生産が遅れたために、エンジンの実物が納入されず、実際のエンジンを搭載しての地上試験が遅延し、製造に必要なジグの製作も遅延する、といった小規模な問題は発生したが、翌1944年3月には、試作機の製造が開始され、ダグラス社では、月産100機を目標に生産ラインの構築に入った。しかし、海軍が空母とその搭載機の開発計画を見直し、空母上で運用をする対艦攻撃用途機は、複座の偵察爆撃機と三座の雷爆撃機の並行装備から単座の攻撃用途機に一本化する方針を容器メーカーに打診したため、ダグラス社では開発中の BTD-1、そして急遽開発計画が立ち上げられた XBT2D、後の A-1 スカイレーダーに開発計画を一本化して生産リソースも集中することを定めし、1944年6月には量産計画がキャンセルされた。しかし、XTB2D の開発計画も、諸々の問題はあれど順調に推移していたため、予備的なものとされながらも XTB2D の開発も継続された。試作2号機は、ジェットエンジンを搭載した複合動力機とする計画が立案されたが、撤回され、後部乗組員席と電子機器の配置を若干後方に移動させて、重心位置を適正化させるなどの設計変更がなされものの、基本的には1号機と同様の機体として完成した。試作1号機は1945年2月に初飛行に成功し、飛行性能自体は良好であったが、搭載するエンジンと二重反転式プロペラの納入が遅れたため、初飛行は当初の予定、1944年秋を予定していた、より大幅に遅れていた。5月の飛行テスト時にも、プロペラとエンジンにトラブルが発生し、3回目のテスト飛行では、プロペラ故障により緊急着陸している。この1945年5月の3回目のテスト飛行の後、新たなプロペラが届くまでの間を利用して、垂直安定板の高さを若干低減する等の改修が施され、6月には評価試験に備えて飛行テストが再開されたが、今度はフラップにトラブルが発生し、再び緊急着陸を敢行している。1945年8月には、試作2号機の飛行テストが開始されたが、やはりエンジン故障で緊急着陸となり、二重反転プロペラの作動機構に問題があること、エンジンの設計変更が必要なことが明らかとな。さらに、プロペラブレードにも改修が必要であると結論され、これらの改修と機体の修理が完了したのは1946年5月のことであった。同年6月には飛行テストが再開されたが、エンジンの減速ギアの故障によりまたもテスト飛行中に緊急着陸となり、減速ギアと二重反転プロペラを別のものに交換する計画が立案され、それらは1946年12月に納入された。1947年には機体の再度の改修が行われたが、すでに戦争が終結したことと同時期に開発されていた単発、単座の艦上攻撃機が同等の能力を有していたことから、もはやこのような大型機は特に必要ではなく、性能も装備も過剰に過ぎると結論され、同年5月には開発計画は中止となった。先行量産型の発注はすべてキャンセルされ、製造された2機の試作機、部の 36,933 及び 36,934 は1949年にはスクラップとして処分された。XTB2D は、細身の胴体に逆ガル式の直線翼、低翼配置の主翼を持ち、主翼、尾翼とも大型で角張った形状となっている。全長14メートル、前腹、翼腹は21メートルにも達し、垂直安定板、垂直尾翼先端までの高さも7メートル近くあった。これは実用化当時、艦上機としては異例の大型機であるとされていた TBF アベンジャーの 12.5、16.5、4.7 メートルよりも、はるかに大きく、総発の大型艦上戦闘機である第7回タイガーキャット14、15.7、5メートルよりも、全幅と全高では大きかった。なお、試作1号機と2号機では、胴体形状が若干異なっており、試作2号機は胴体を23インチ、58.42 センチメートル、延長し、胴体後部下面の重頭部分を拡大した設計に改変されいる。主翼は翼前後長に対して翼腹の大きなアスペクト比の大きいもので、翼の付け根から中央部までは緩い下返り角が、中央部からは上返り角のついた、緩い逆ガル式翼形状となっている。環状機ということもあり、主翼は中央から上方に折りたたむことができる。急降下爆撃機として設計された機体には及ばない、ものの、大降下角による爆撃も可能で、主翼にはフラップ兼用のダイブブレーキも装備している。機首には4羽の二重反転プロペラを装備し、エンジンは大型、大馬力の P&WR-4360、ワスプメジャー空冷製型28気筒レシプロエンジン、3000馬力を搭載していた。並走と燃料を最大限に搭載した際には 15,000kg を超える機体ではあるが、強力なエンジン馬力によって、大型の機体であれども短距離で離陸可能な機体となっている。主翼内の合計4基の燃料タンクのほか、増装も含めると5200リットル以上の燃料を搭載することが可能で、最大航続距離は 5500km を超えるという、長大な性能を有していた。着陸足は前輪式で低翼配置の機体形状から足長は短く抑えられており、空虚状態、機体本体のみの状態でも 8000kg 以上ある、自重を支えることに適したものとしていた。主脚は外側引き込み式、前足は後方引き込み式で、前足は収納時の長さを抑えることと発艦時の機首上げ姿勢を両立させるために伸縮式になっており、着艦時の衝撃に耐えるために、車輪はダブルタイヤとなっている。胴体下部に爆弾層を有し、爆弾層内部には各種爆弾の他に MK13 魚雷最大2本を積載できるほか、主翼内翼部に2カ所、左右合計4カ所のハードポイントが設置されており、爆弾もしくは魚雷の多層装を吊り下することができた。本機の最大で MK13 魚雷4本。2216リッター BSX4 または爆弾 8000LBS という搭載能力は総発陸上爆攻撃機である B-25 や A-26 の最大搭載量を上回るものであった。この他に固定武装として左右主翼の内翼部に 12.7mm 機関銃2門、計4門もしくは 20mm 機関砲1門、計2門、胴体後部上面に、ファイアストン社製の連装 12.7mm 機関、銃塔、胴体後部下面に、遠隔操作式の単装 12.7mm 機関銃塔を装備する設計となっていた。なお、完成した2機の試作機は、武装を搭載しない状態で、テストが行われ、銃塔の搭載部分はフェアリングで覆われた状態となっており、銃塔は搭載されていない。また、右主翼前縁の中ほどには、アスプ -4 レーダーの装備が予定されており、設計図などには、レドームが描かれているが、2機製作された試作機はいずれもレーダーを搭載しておらず、右主翼にもレドームはない。乗員構成は、操縦主権雷撃、降下爆撃小準主、後方主権無線主権水平爆撃小準主、重主権後方、通信主補佐の3名で、乗員配置は、機体前方の操縦席と、銃塔を挟んで機体後方の後部乗員室に分かれてる。胴体後部下面の遠隔操作式銃塔の操作は、広報主が担当した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。